はい、2021年5月2日ドラクエウォーク、本日はハイフとそれからマイレージを合わせまして世界中の転送福引を引いていきましょうということで、これ現在からいただいたのが160枚ありまして、それでマイレージの方がちょうど140、これを足しまして、いやオルゴ行かないですよ、周回のっていう、あ、そうそうそう、周回そうだ、ちょっと待って、これとりあえず140回で30にして、周回はね、結局いじってみてね、まあ、全然あれだな、福引から話ずれるな。こんな感じでね、常闇戦と、それから一番後ろ、イオナズン、この二人をアタッカーにして、で、真ん中二人がメタスラ担当。それでもうこのままにしました。で、ベタも外しました。あのね、でっかいやつがあれ体力多いよ、どうしてもあれだけ落とせんぼって。ベタもあれだね。まあ、そんなところはさておいて。これでもあれだろうね、今回のオルゴガチャがあったら、どうなるんだろうね。呪文的に言うと。だから結構常闇いいダメ出すから、職業変えても。まあ別にこれで悪くはないかなって言って。それで、あなたあれだね。本題から本当飛ぶね。ということで。それで本題の世界人の転送福引行きましょうってことなんですけど、まあ、さっきの通りで一応手持ちでドルマの物理なんですけどね。あって、まあなんとか周回的には、まあ悪くはないというか、あまりぐらいでもまあ一応2発でいけるし、ミスっていうとこありますけどね、物理はね。まあいいかな。で、ほこらに関しては別にメカバーンとこがそんなに、そう、あったらあったら多分楽しくなるというかね、また違ったやり方がね、できると思うんですけど、それより、イオンの斬撃の方がいるかなって。っていうのはこれ結構見ると、性能地味にいいですね、これね。こう、だって 310% のメラがあるし、このメタルのあれも動画とかで調べて見とったんですけど、ほこらいいね、あれね。で、これどうせさらにこの導きの転生っていうんですかね、このイオ全体、これがほこらで輝くんでしょ、多分。次来るので。で、それと、あともう一個、イオの斬撃がね、欲しいっていうのがね、手持ちでイオないんですよ。クリスタルクローの4頭揃ったんで、それでいいかなと思ったんですけど、それがね、あの、アークデーモンの心あれ、手に入れやなり、斬撃も大義もあるから別にクリスタルクロー使えるんじゃねえかと思ったけど、コストの兼ね合いでね、やっぱ斬撃の方がいいんですよね、アークデーモンの心生かすのは。そう、当たり前だけどね。なんですよ。うまく考えたね、ウエンさん。ということで、これとりあえず引いていきましょうということで、有料の方はこれあれなんだね。あの、有料の方はあれなんだねって。手持ちのジムじゃあかんのですね、これね。これ手持ちので引いていけるかなと、要はこの、いただいた方のジムの方。だから、水に切らなあかんってことね。それ毎日1回ずつやっておこうかなと思ったけど、やめました、これは。11日までなんだね。あと、それと、地味に気になったんですけど、ここだけあれなんだね。1500がないんだね。この有料の方、優勝っていうの。ないんだね、世界中の方だけは。こっちだけ待遇されてるのかな。まあ、能書きはいいんで、あんな入る前になんか長いねってこと。まあ、とりあえず引いていきましょう、それ。あの、全体のメタルがいいよな、あれね。まあ、とりあえず行きましょう。行きましょう、それ、どうも。斬撃のいいの何にもないんですよね、私ね。クリスタルクロー4突しはさ、やっていけるかなと思ったんですけど、あ、これ何にもダメだしじゃないの。お前、あれだな、なんか酷評したらあかんか。金1個か。銀のが気持ちよかったけど、まあ、とりあえずこれはね、餌になるな。ありがとう、ありがとうだよ、あんな。まあ、とりあえず次行きましょう。斬撃のあれがな、アークデーモンが活かせんもんな。クリスタルクロウだけじゃな。さてさてということで、何にもあれだね。その、あ、うんぎゃーって言ったね。さて、どうでしょう。SP がほんとないとね、これでも、防具でもあれ、MP 回復あれで、あれ、誰かやってないんかな。あ、そうか、イオがあれか、なんだ、組手弱点じゃないとあかんけど、あれイオとか弱点だったら今回のピックアップ持っとる人どんな感じで流れるか見たかったですね。そういうことでドンということで、さてと、ありがとうございます。まあ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 、見た目なんかいいね、なんか華やかだね。ありがとうございます。まあ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 、本当は武器が良かったね。武器がいいっていうより、イオの斬撃がね、SP である程度4突が私も揃ってきて、なんとかちょっと戦える体制になってきたかなーって、ピックアップがなしでも、あわよくばと思ったんですけど、ありがとうございますということで、最後にちょっとあの、鎧の性能だけ見ましょう。これで最後ということで。まあ、そうあれだな、そうあれだな、甘い仕様ですね、ということで、ということで行きましょう。まあ一応あれか、ピックアップ、武器ではないにしても、あれだもんね。イオの、お、クリスタルクロー私あるから、なんとかあれだもん、使っていけるもんね。さてと、
SP じゃなかったらまあいいやってことか。まあマドロの向こうは何か言おうとしたけど、まあいいわ。さてとどうでしょうか。これあとあれだな、ワイルドシリーズとかも欲しいよな、あれ地味にな体制でね。さてということでどうでしょうか、ドン。まあ、でも王宮あれだ、数ないでよかった。これ竜王戦あれだね、ギラ輝けるもんね。植物も確か私数足りんかった、よかった。いやいや、一応一応本当に負け惜しみじゃないですよ、負け惜しみじゃないですよ。ということでまあでもあれか、3回引いて虹箱2つ一応持ってない、棒持ってないというか数が足りてないの引いたから、まあとりあえずはよしということで。それよりこのせっかく当たると思ってなかったんで、全く性能みたいで、どんな感じなんでしょう。戦闘終了時か、でも MP2 回復はでかいねこれね。素早さ5、素早さ5なんだ、地味にあれだね。バトマスの斬撃に、あ、海賊もあるんだ、はあ、はあははあ、はで、イオの斬撃隊が両方ね、あ、クリスタルクロー使えるよかったね。あ、で、晴れの日に 2% か、はい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 。呪い耐性ってことは、これ呪いやってくるやつだよね。まあ、ゾンビだよね、これ。多分そうだよね、これ。まあ、とりあえずありがとうございます。これ、守備力68で地味に高いね。え、高いね、これ、まあ。とりあえずありがとうございます。ということで、まあ、とりあえず本日そんな感じで、世界一の転送含み聞きましたけど、まあ、一応あれだね。まあ、武器あわよくばって思いましたけど、まあ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 、まあ、それはそれはね。ということで、こんな感じということで、まあ、せっかくで最後ちょっと一発だけ倒していきましょうか。呪文じゃないっていうのはあかんすけどね。ゾルマの私手持ちがなかったらあれかな、オルゴ装備ちょっと色気出したかな思ったんすよね。あ、でもこれでも別にあれかなって。あ、あいつは残るね。キラーマーいいわ、これはいいわ、めったにあまりはいいわ。あ、無理に2発にこだわらんでもあんた負け惜しみだな、勝てえなこいつ。あ、そうだ、わかった、あれ装備させとる、あれ、あれあれ、ゴーレムだ、ゴーレム、ゴーレムついとんだ確か、斧に。それであと一人倒して終わりましょうかということで、こっち来いよ、こいつは速さでめんどくさいもんね。なんとかあれだね、先手取ったね。常闇ででもほっといいかなと思ったけど、結構いいダメ出るんですよ、うん、ダメ出るんですよ、1個無凸なんですけど、ちょっと凸ろかななんて色気が出てるんですけど、まあ、とりあえずこんな感じで本日は世界中の転送福火やりということで引きました。なんとか一応ね、よろしさ当たったんで、まあ、これ装備して次の祠か、まあ、おそらくいいようでしょう、まあ、一応下につけて、うん、祠あれ着てデビューしますわということで、はい、ということでそんな感じで終わり。